はい、おはようございます。今日は練習試合です。昨日も練習試合勝ちました。無事不安だったけどね、ディフェンス良かったっすよね。昨日の映像はね、ただの練習試合だからちょっと流さないですけど、今日は配信されるみたいなんで、僕もちょっとピックアッププレーまとめてこの後乗っけたいと思います。やるよ。ロールせんのかい。ロール聞いてなかったな。やるよ。おはようございます。ギラッチ、今日も行きましょう。帰りましょう。頑張ります。昨日良かったんでね。4枚しかいないけど。え、今日4枚ですか。5かな。今日はでも結構あの岡本龍也さんに注目です。龍也に注目。いや、久々だからね、みんな。なんか同窓会っぽくてすごいいいよね。いいっすよね。いや、本当いい。マジで。畑さんとかも久々に見たし。天気いいっすね。今日も頑張ろうぜ。今日も頑張りましょう。結局人手が足りず配信できなかったみたいですが、これから試合映像です。最初のフェイスオフはトーマくんが取りました。スティーラーズポゼッション、さすが強い。先制点はスティーラーズでした。裏のワンオンワンから、あー、ハイクリス空いてんな。うわ、これ多分みっちゃんが取ったね。ロングでシュート防いでます。激しいグラウンドボールからスティーラーズスコア。いいグラウンドボールでしたね。菊池選手ナイスシュートです。こういう点大事だな。さてファルコンズ、続いてはミキさんのワンワンから。わー、力強い。いいワンワン、ディフェンスもいいな。逆サイ展開してヒジさんのワンワンからセイヤさんに、ここ2対2みたいになってるな。ちょっとスライドっぽく寄ってヒジさんアドバンテージ使って得意のロール。うわ、天才、うめえ。なんなんこの人、うますぎやろ。ひじりという天才、注目です。フェイスオフ、騎士もね、今日結構勝ってました。ナイスグラボ、結構こいつグラボうまいんだな。続いてスティーラーズのオフェンス、上の横断系のワンオンワンから展開して横のワンオンワン、同じディフェンス、優作だねこれ。今年のディフェンスリーダー、めちゃくちゃワンワン強いです。縦にワンワンして、あー、このカットインはいい、好き。飽きてる選手ナイス周です。いやー、カットインのタイミング抜群でした。フィードもタイミング合ってましたね。素晴らしいです。次は、ゴーリーのウディオのパスカットからフルフィールドです。ブレイクです。今4-on-4、横断してトップに戻してせいやさんの縦のままシュート、あ、ちょっと薄かったね。ナイスセーブで、モーがグランドボール。うわー、ナイスロール切れるな。ここ俺です、いただきました。長いカットインからフィニッシュ、あざっす。もうナイスフィート、センキュー。次は梅原、期日し梅原。うわ、シュートうまうめえな。何この写真、どこで撮ったのこれ。ナイスシュートです。とこれはモーのワンワンかな。うわー、ナイスです。これロング誰だろう。いいチェックだったね、スティーラーズ。リスタートしげさんに出して、うわ、またしてもひじりという天才。スコア、地球人最強のとこ、家石聡。今日はもう1点取ります。あ、ゆうすけさんのワンワン切れるな。何歳だよ、すご。展開してしげさん、もう1回ゆうすけさん、あ、みきさんかな。ここは大、あー、大のね、得意なとこ。うわ、シュート早っ。バー惜しいね。トップに展開して梅原、ここ梅と大のツーオンツーペアーズみたいな感じですね。寄ったところ大のシュート、あ、何、うまっ、シュート早っ。お前らうまいぞ、いいぞ、今年も頼む。次はグランドボールから、グランドボールのフェイスオフからグランドボール取って
今ボールどこ、あ、奥か、ここからトップひじりさんで横のもも、ももどみ、裏しげさん、あ、これ俺だ。パスちょっと高かったけどね、無理やりクイックで打ちました。入ってよかった、タイミングだな、シュートは。しげさんあざす。次もフェイスオフ、同期暗黒世代、船橋光、輝きを取り戻してきました。まあずっと強いんだけどね、ポジション大事なんで。写真なかったから変な写真だったな。次は裏のミキさんのワンワンから、うわビハインドパス、うま、うわ健太止める。え、見た、ミキさんの今ビハインドのパス、ちょっと巻き戻して後で見といてください。うめえな、やっぱ。ここはワンワン、裏のワンワンからカットイン、うわー食らった、これうまいな。今のカットインちょっとね、もう一回見たいからスローでもう一回再生します。いや今のねカットインうまいね、こう中までで、くるんってして裏取って前取ってますね、前取ってるわ、うまいわ、さすが暗黒世代。ナイスシュ、わあナイスです。次は裏のワンワン、純一、うわ純一対ひじりさんはやばい、純一早っ、うわ腕をナイスセーブ、うわいいね、やっぱゴーリーいいな、ナイスグラボ。ここもスティーラーズのオフェンス、ワンワンからの奪えないシュート、こぼれたグランドボール、うわゲンさん、ゲンさんナイスシュー、僕の憧れの選手です。ファルの5番もゲンさんから受け継いでます。ゲンさんナイスシュー。次も裏のワンワンからハングマンからのクリスへのフィード、あーナイスディフェンス、ナイスグラボ、畑さんナイスグラボ、あーこれフルフィールドのいいシーンですね、ちょっと見てください。わ激も畑さん大丈夫か、からトップ梅で、もう空いてる、もう空いてる、ナイスフェイク、あーケンタ止める、うまいな。4対6、2点差の僅差でハーフを折り返して3区です。せいやさんのワンワンからフリップでひじりさん、ここから預けたワンワンでディフェンス引っ張って下に展開で、ここ僕のワンワンです。 V 使ってディフェンスを遅らすってやつやってます。ここよ、そしてこのシュート、得意のシュートからのシャイン、これよ平日の練習の成果出てます、やるよ。3点差でスティーラーズのオフェンス、裏のワンワンから、うわみっちゃんナイスチェック、うまいな、でグランドボール、スティーラーズはグラボうまいな、そっからのオフェンスもうまい、これ倉島かな、キープもうまい、そして一丁パスウェイクからのシュート、うわー倍加藤裕太郎、倉島うまいな、写真フルホームページにありませんでした。次はファルコンズのオフェンス、せいやさんのワンワン、これやばいよね、すこ抜いてる、切れすぎだろ、でトップ梅からミキさんね、フィードでショットゴール、ナイスシュー、ミキさんうまいな、梅のフィードもかなりいいね、いい展開でした、何よりせいやさんのワンワン素晴らしい。続いて4クォーター、裏のワンワンからまた裏に展開されてハングマンかな、ここからトップに展開、うわ出た、ひじりの左ランシュー、うまい、ひじりという天才大注目です、めっちゃいい人。次もファルコンズのオフェンス、ゆうすけさんのワンワンから裏展開でミキさんシュート、うまい、ミキさん得意なやつだなこれ、さすがです。え、最後の4区残りわずか、スティーラーズのオフェンス、テルからユウヤに展開、トップでディフェンス引っ張って、
て、裏に展開かな。で裏からまたアタックのワンワンからの左上順一、早いな順一、シュートもいい、さすがです。アゴラックス、これで試合終了です。解説失礼しました。はい、週末2連勝、週末2連勝しましたよ。どうでした？いや、いい試合だったね。いい試合でしたね。いい試合、天気も最高だし、気持ちいい。3点取ったぞ。さすが倉田君、1点取りました。めちゃくちゃいいシュートです。カットイン、スーパーカットイン、スーパーカットイン、今年ちゃんとカットインします。今年暗黒世代躍動するんで、シャイン。はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。せーの、サイン。明夫さん、明夫さん、明夫さん、チャンネル登録、高評価お願いします。サブちゃんも